うわ、今日はなんと、うん、デカ盛りでございます。おお、俺の親父なんで週8でごめん食ってる。どうもリオです。チャランポラン。はい、おつ。今日はなんと、うん、デカ盛りでございます。そう、しかもね、デカ盛りのね、もうね、超有名な、もう聖地と言っても過言ではございませんよ。ね、今チラ見えしてるんですけど、これでわかる人いるかな。いや、ちょっといる。あー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 だだ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 。場所は大神亭っていうところなんですけども一応最寄りの駅は西八王子。でもだいぶ離れてる。だいぶ離れて、はるばる来ましたよ。てなわけで早速もう行ってみたいと思います。せーの、シェー、大神亭です。はい、というわけで、あ、噛んじゃった、はい、こんな感じです。すごっ、ね、もうさ、見るからにデカ盛り出しそうな。もう出しますよの看板ですよ。もうそうですよと。あー、もう大だ大だ。はい、ちょっとね、無事店内入れて、はい、座席あるのめっちゃいいね。めっちゃいいね。で、家族でも来やすいっていうね。ね、ね、何、いや、そうだよ。あんま見ないの。あんま見ない。でもちょっと他の宅のね、メニューがちょっとちらって見ちゃったけど、やばいよね。やばいね。で、ちょっとメニューね、見ていきましょう。ちょっとメニュー数多すぎない？多すぎ。こっち見てる？こっち？両サイド、うん。麺類でしょ？これ麺類ずらりあって、まあ、お酒ももちろんありますよと。うんうんうん。うわー、で、定食系。ちょっと多すぎるな。多すぎ。で、一品料理もちゃんと種類が多いね。酒飲みもさ、来やすいんじゃない？イカ牛ソとかの単品もあるからね。そう、肉うま煮とか。うわー。最高だろ。次のページは？はあ、ないの。こんな感じだか。減塩してくださいよみたいな。しっかりやれよっつってね。しっかりやれよっつって、うん、だからどれ頼んでもでかいんだよね。でかい。ようちゃんが気になってたやつ行こうよ。いや、俺とにかく気になってるのはもう3つあるのよ。とにかく気になってて、夜も眠れない3種類のメニューがあるわけ。何、とにかく気になってとにかく気になってるの。子供じゃん。発表していい？いや、発表して。まず唐揚げ、うん、で、チャーハン、うわ、ほんで、麻婆麺。うわ、この3種類がとにかく気になって。じゃあさ、とにかく気になってると申し訳ないんだけど、あのチャーハンか麻婆麺どっちかにしない？これじゃね、これこれこれ。じゃあちょっと待って、発表しないでさ、で、来てからの楽しみしない。もう、もう言いませんからね、別にね。せぬるー、言わないです。私は車ですからね。そうね、今日はノーアルで我慢ということで。仕方ないですね。仕方ねえ。次ますよ。今日はでも実際にそんなに車じゃなかったとしても酒は飲まないつもりでいたね。あ、まあデカ盛りだしね。飯と向き合いたかった。炭酸って結構来るもんね。炭酸来る。だからうちも炭酸じゃないよ。ウーロンハイ。うん。はよつー。はよつー。でもキンキンでうまそうね。まあでも十分飲んでる気になるんだよね、最近のノンアルって。確かに、ちょっとうまい。うん。キンキンでもグラスがうまそう。いいね、ニッカのね、グラスが最高。ビール飲みよかったね。いや、お腹いっぱいになるんだよ。じゃあ、飯まで時飛ばし。いいよ。おおおおおおすごい。ありがとうございます。来たぜー。えぐ、なんちゅうビジュアル。エビがさ、もう外側にまずエビがドロロロってあって、真ん中チンザ。笑っちゃうんだけど。すごいビジュアルしてるわ。え、絡まって、ちょっと待って。絡まって遠くに変なの見えた。あ、来た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 。すいません。うわー、テンション上がる。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。待って。しかもこれ通常の唐揚げで、何にも言ってないよね、ええ、待って、本当にでかい。でけえ。もっと何個ある？ 1,2,3,4,1,2,3,4,5,6 個あるんだけど、うん、いや、いやいや、もうただ、うん、俺はもう全部つながってる塊しか見えない。巨大な1個の塊しか見えない。1個の大きさが、うんうん、通常の唐揚げ 3,4 個分ぐらい。ゆうちゃん拳握ってみて。
ちょうちゃんの拳振りでかいんじゃない？わかるかな。スープ飲んでいい？飲んで。あ、うまっ。ウォーミングアップ完了。完了ですね。ちょっと待って、マヨもちゃんと来てます。マヨも辛いからいきましょうかね。行きましょうか。私はじゃなくて、うん一緒になっていけ頂点からいきますマジで無理、ね、テレ行くよ。いただきます。いけるかな。おお、おこ、うまっ。めっちゃうまい味がめちゃめちゃちゃんと染みてるね。染みてるね。美味しい。柔らかくね。柔らかい、ね、うまっ。うわぁ、お腹空いてる時のさ、唐揚げってめっちゃ美味しいよね。いや、こんなさ、こんなでっかいさ、唐揚げどうやって柔らかくしてんの。柔らかいね、ほんと柔らかいわ。これお持ち帰りできる？オッケーな。え、ほんと美味しい。で、俺の中のさ、うん、結構基準があって、うん、うまい唐揚げってさ、うん、冷めても美味しい唐揚げなんだよ、うん、オリジンとかそうじゃん。あー、確かに。オリジンとか冷めてもうまいじゃん。確かにね、美味しいね。これ絶対冷めてもうまい。間違いないですね。お持ち帰りして今日の夜ご飯も。また夜食？もう 今時間だ、5時ぐらいなんですけど、うん、ね、私にとっては完食ですおやつだね。これもう夜食。夜食マヨネーズあるよ。よっしゃ。うわ、そや、私はレモン。うまい。レモンめっちゃ合う。1320円。まあまあまあ、でもこんだけあったら全然いいよね。お茶入っていい？うん。折れちゃいそうで。うわ、この色いいっすね。いい色してるね。いい色だ、ね。うわ、チャーハン食べる。ね、いっちゃういっちゃう。じゃあ、これちょっと見た目的にはパラパラっぽい感じよ。うん。あ、うまい。パラパラ。おいしい。さっぱりめのチャーハン。うん。まあ、私好きなやつ。おいしい。エビちゃん食べようっと。うん。うん。エビうまっ。マジ止まんねえわ。なんでこんな身、どういう鶏肉使ってんのこれ。めちゃくちゃでかいよ、ね、いや、でかいし柔らかすぎるよね、うん、いや、もう巨大なやつをもう仕入れてぶつ切りにしてんだろうね。そういうことか。うん、一枚岩みたいなやつ。いや、これはね、食える女性のは珍しいよこれはなかなか食えないよね。うん、だってゆうちゃんも一人でさ、この2つ全部いけって言われたら無理じゃない。まあ、この2つギリギリがギリいける。ギリいける。ただマジで胃袋がさ、化け物なんだよね、本当に。このチャーハン、この絵で見るより想像以上に量は多いね。深いね。深いこの量で、うん、例えばめちゃめちゃタイプ、うん、オイリータイプだったら多分マジで食えないパラパラだから結構進む。そうね、うん、確かにね。他のメニューもさ、2人だからせっかくだから頼んだりすれば。あー、追加でいっちゃう。お腹空いてると思うさ。え、何何え何言いたい？せーので言う。やだやだ、負ける。声量だと声量だと負けるから。せーの、五目焼きそば。え、五目焼きそば、うん、うわ、どっちもいいんだよな、はい、じゃあプレゼンする。プレゼンする。いい、ちょっと何それ。五目の良さを伝えて。やっぱり野菜入ってるから、野菜も食べれる。で、うずらも入ってる。あー、うずらね。結局さ、ああいうのに入ってる。ここにうずらが入ってるかどうか確認済み。え、うずらって別にないとこもあるからね。確認済みですか。確認してない適当なことばっか言ってよ、本当にじゃあさ、じゃんけんで決めようよ。麻婆麺か五目焼きそば、うん、いくよ。デカ盛りじゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。もうでも決まるよ。いや、もう決まるよ。もう3度目の正直。絶対次は決まるよ。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃー
まあごぼき焼きそばが良かったんだよね、これ強がりや本心で。え、めっちゃ好き、普通に好き。うん、俺の親父なんで週8でごぼき食ってるごぼき焼きそばばっか食ってる。ごぼき焼きそばお願いします。楽しみだね。味付けがしっかりうまいし、うん、だってそれボスみたいのいたリオちゃんの顔ぐらい大きいんじゃない。俺圧勝です収まりましょう一切よしよしよし、漬け込んであげてやろうかな、ね、やばいんだよ。ちょっと待って、すっごいとんでもないのが来ました。とんでもないよ、もう言葉になんない、このデカさ。 なかなか伝わんねえんだな、伝わんない。この衝撃はデカ、本当にデカい、うん、この高さがこうあって来て来て来て、どがんよ。ここうち結構こうやってますよね麺が見えないよいしょよいしょ、うわうまそうだな。でもうわ中ふかふか、麺いける、麺いける、麺いける、いける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 、よしよしよし、うわいい、俺もちょっと出してみて、出したが、出したが、お互いに出し合う、よっしゃ出した、でもめちゃくちゃうまそうだね、めっちゃ美味しそうよ一緒に。あうまうまい、とろっとろだね、うまみやっば最高。あ、うまっ、めっちゃ美味しい。熱いよ、気をつけて気をつけて。あ、うまいよ、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。でさ、後半はさ、酢どっぷりでいこう、うん、ね、美味しい、すごいな、これ。このあんは米にも合うね、これは絶対合うよ、これは合うね。麺もちょっと焼き入れで、焼き入れさせていただいてます、これちょうどいい、こんがりやらせてもらってますしっかり出る、何その手あとさ、ちなみにさ、うずらの卵が入ってないんだけどマジか、ミスター、絶対入ってると思ったよ本当だ、忘れてたわ、忘れてたわ、入ってないわ、今日の夜食って言ったけど、うん、明日もいけるわ、量的に言ったよ。いや私は絶対明日だと思ってたよ、明日も食えるわ、さっきからずっと夜食夜食言い切ってるけど、明日の昼と夜も賄えるんじゃないこの量的には間違いない、賄える、美味しい、味も全部うまいな、全部美味しい、ちゃんと美味しいね、うん、ただでかいだけの暴力じゃなくて、うん美味しいね、夢中になっちゃって、夢中になっちゃって、これかけたりしたしなね、おそうでしょ、あんとかかけたりしなね、それやっていいですか、いいよいいよ、あんやっていいですか、いいよ、やめて、皆様に挨拶するのやめて、やめて、合うギューンやめて、いやごもぐチャーハンいいね、マジやってみたい、ちょっとやってみよう、ちょっとやってみな、合うよね、合うよね、めっちゃ合います、美味しい、あ、酢入れよう、そうだ忘れてた、おいしい、おいしい、酢いって、酢めっちゃうまい、やべ、あ、うまっ、美味しい、いやさっき地元の常連さん、うん、声かけてくれたね、うん、トイレ行く時、うん、ここすごいねっつって話して、うん、ね、いやここね、もうお持ち帰りするのがデフォ、あーなるほどね、デフォルト、そうだよね、そうだよね、でもここ冷めてもうまいんですって言ってた、ほんと間違いないじゃん、料理ってさ、ほんとにじゃあ今これ冷めてるわけですね、うん、結構冷めてるわけですね、冷め冷め、前をどっぷりで、うん、うまくない、本当に盛りなくて、冷めてもマジでうまい、冷めても本当にうまい、これ揉み込まれてる下味が、あ、そうね、しっかりしっかりしてる、本当にそうだね、じゃあ持ち帰りする、持ち帰りしようか、うん、これ減ってないように見えるけどこれでもう多分6割ぐらいは食いましたね、何ですか
何ですか、なんでついちゃうんですか、僕はいつも。よいしょよいしょ、これね、自分で自分たちで詰めるっぽいです。閉まんないんだけど。